こんにちは、リーベルです、今日はですね、簡単冷やし中華を作るということで、まずこちらですね。こちらはですね、自宅で、もう用意してきたものです、ちょっと色が変わっちゃいましたけど、レタスの千切り、きゅうりのですね、スパイラルカッターで切ったもの、それと、チャーシューのフレーク、これ非常にですね瓶詰めなんですけど、ハックが効いてて私は大好きです。で、あとは炒り卵とカニ玉と、こちらを使ってですね、やりますと。で、何が簡単かというと、キャンプ地では生麺を茹でるだけです。はい、お湯沸きましたんで、早速ですね麺を茹でていきたいなと思います。茹で時間2分半でいきたいと思います。はい、茹で上がりました。ここで湯切りですね。これちょっと炊事場に行ってやってきます。はい、炊事場でですね、麺を洗ってきました。ちょっと水道がですねあまり冷たくなかったんで、完全には冷たくなりませんでしたけど、とりあえずこれでいきたいと思います。すごいことになっちゃいましたけど、あ、これでですね市販のタレ、これをですねかければ出来上がりです。はい、今回は味噌だれを選びました。あ、ごめんなさい、腕が映ってて全然映ってなかったですね。はい、はい、ということで、あとは混ぜて食べるだけです。はい、いただきたいと思います。最後にですね、この豆板醤、皆さんお店で食べると紅生姜乗ってると思うんですけど、紅生姜ではなくて豆板醤をですね、お好きなだけ、これでピリッと味がですね引き締まって美味しいです。はい、で卵も普通はあれですよね、錦糸卵ですよね。はい、というわけでですね、ちょっと混ぜて食べたいなと思います。いただきます。やっぱり生麺ですね、めちゃくちゃ美味しいですね。本当にこれ最高です。ちょっと混ざりきってませんけど、私は混ぜて食べるのが好きなんで、混ぜてですね食べるということです。よろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いにゃー。